キャスター部、ベルマ連邦について聞きたいことがある。なんだ？連邦の裏事情以外なら答えてやるよ。ベルマ連邦の代表にはきな臭い噂があると言っていたな。それは何だ？それも裏事情なんだが、まあいいか。俺はすでに祖国を捨てた人間だ。裏で手を回し選挙に不正介入をしたって話だ。票を操作したと？いや、他の候補を支援する邪魔者を消して回った。最初は異を唱え反旗を翻す者も多かったが、恐怖心からか次第に黙認されるようになった。政敵たちは自ら手を引き、結局代表の一人勝ちさ。それもある意味実力で勝ち取ったというわけか。そして連合の総主にまで上り詰めたわけだが、まあそこが限界だろうな。足並みの合わない連合では帝国には勝てやしない。なら帝国に亡命した方が良かっただろう。そうなんだが、なんだろうな、勝ちが見えすぎているというのも面白みがない。何より俺は自由を重んじるんだ。だから俺は未知の離島ディオフィールドの地へと亡命したわけだ。邪魔者たちを消して回っていた当人がいい気なものだな。そいつの話題はなしで頼む。なんだこの匂いは。何？いきなりご挨拶ね。私から刺繍でも漂っているというの？確かにネクロテイムは最近よく使っているけれど。違う、お前の周囲から発せられるこの匂いは。ああ、わかったわ。エンシェントソーサリーの研究で薬草をいろいろと調合しているとたまにこういう香りが出ることがあるの。怖くてきとでも言うのかしら。人によっては酩酊状態に陥ることもあるらしいけど。まさかお前、死体だけではなくそうやって生きている人間まで刺激しているのか。バカね、そんなわけないでしょ。私に魅了されている言い訳にしているの？バカはお前だ。呪法というのは使用者本人の心身をも犯す技法。あんな代物を多用することはお前自身の命をも蝕んでいるとわからないのか。私の身を案じてくれているの？そうだ。平気よ、私は強い。何人たりとも私を犯すことはできないわ。相変わらず根拠のない自信だな。強者が滅ぶときは自らおごるときだぞ。根拠のない自信を持っているのはあなたも同じでしょ。似た者同士か。
今日ワルターキンは来ているのか。ああ、何事もなかったかのようにね。驚いたな。面の皮が厚いとはこのことか。そんなに驚くようなことだったか。あの力かなり使えるとは思うが。呪法というやつか。確かにすごい力だが、あの力を使い続けてきたせいで徐々に性格が歪んでいったんじゃないか。ただの性分だと思うかな。まいったね。そうだな。分かったよ。本日の任務はセントラルの周囲にあるオルダム貧民街で起きている暴動の鎮圧です。皆さんも知っての通り、民主主義という大陸の政治思想が平民に浸透し始めています。貧民街でその民主主義が急速に広まったのはサウスフィールドの難民が流入してきたからだろう。はい、その一部が暴徒化し略奪行為などが横行しています。早急に鎮圧してください。ただし暴徒化しているのは騎士や傭兵ではありません。皆戦闘に慣れていない平民です。できるだけ傷つけないよう捕獲してください。了解だ。暴徒に配慮する必要なんてあるの？敵は敵でしょ。普段通り遠慮なくやらせてもらうわ。ブルーフォックスはこれまでの戦果によってセントラル内でも名声が高まりつつあります。あなたたちが出向けば耳を貸して刃を下ろす者もいるかと。そうだね。なるべく血を流さぬよう努めよう。手加減をして戦うなんてごめんだわ。強引に暴動へ加えられてしまった弱者だっているはず。彼らは傷つけないようにするんだ、ワルターキン。力も意志も薄弱だからそういうものに組み込まれてしまうのよ。自業自得だと思わない？君は。俺たちは戦うことが仕事。殺しもするが、今はヘンデコーからの指示を守ることが最優先だ。さっさと行くぞ。ブルーフォックスが来るなんて聞いてない。勝てるわけないだろ。俺は抜けさせてもらう。ふざけるな。よだれ死ぬのが嫌で立ち上がったんだろうが。でも混沌としているな。統制する者がいなければやはり組織は成り立たない。民主主義など現実味のない無双だ。どうかな。正しく導く者さえいれば世の中を良くするものになり得ると思うが。いいすか。王や貴族にこそ民を導く役目があって、その上に国の繁栄があると分かっているのか。あんなものは運動ではない。悪党によるただの暴挙と大差ないんだぞ。今自分の命を危険にさらしてでもこのセントラルで抗議活動をしている彼らが何を願っているのか考えたことはあるのかい、フレダ。普通の暮らしを送りたいだけなんだよ。彼らは家族や友人と共に生きたいだけさ。やり方には疑問が残るものの、頭ごなしに否定するのは僕は好かない。とにかく俺たちがやるのはこの場の鎮圧、それと防衛拠点を突破されないようにすることだ。ほらちゃんとして。敵は目前なんだから。分かっている、問題ない。再度忠告させてもらう。手加減はしてくれよ、ワルターキン。
はいはい、分かってるわよ。了解。どうするとしよう。ブルーフォックスが何だ。俺たちには明日がかかってるんだ。失うものがない人間ほど恐ろしいものはないね。あの人たちが必死な分抑えるのも一苦労。それでもここは穏便に済ませるべきだ。
速やかに向かう。やってやる。騎馬兵まで出てくるとは、随分と手荒い歓迎だな。これで少しは楽しめそう。そろそろ本気を出しても構わないかしら。ダメだと言っているだろう。何と言ったらわかるんだ。私は誰の指図も受けない。敵が来るぞ。ワルターキン、イスカリオン、集中しろ。了解。速やかに向かう。そこに行けばいいんだね。やってやる。ないけどね。行くよ。対象撃破、速やかに。私は歯応えがありそうだ。速やかに向かう。行こうか。了解。行こうか。
速やかに向かう。了解。分かったわ。陣形を組みなさい。儀式魔法を使うわ。これは決めるときは決めないとね。私は歯ごたえがありそうだ。ここは僕だ。了解。少しは歯ごたえがありそうだ。速やかに向かう。分かったわ。今行く。まとめて殺してあげる。はいはい、移動するとしよう。分かったわ。今行く。服が汚れたじゃない。次だ。敵部隊撃破。速やか。羽を外しすぎたかしら。そこに行けばいいんだね。行こうか。了解。はいはい、そこに行けばいいんだ。よし、撃破。やだ、加減を間違えちゃった。ワルターキン、次は気をつけるわ。何人殺した？10人くらい。彼らは民主主義などという無双に踊らされた哀れな人々だ。罪人だからといってむやみに殺すのは許されない。ボートを鎮圧できた。どこに問題があるの？ブルーフォックスが無抵抗な平民を殺した。それも一方的に。そういう話が市中に広まるのはまずい。ここまで積み上げてきたものが台無しになるということか。それはそれで楽しくなりそうじゃない？わざとだろうね。本当に煩わしかったのか、僕たちへの当てつけか。フレダ、さっさと収束させるぞ。ああ。テガリア軍港がトルベルト・シビア帝国に奪われて半年余りが経過した。王政府は何度も部隊を送り奪還を試みたが、オズマルド・シールカ率いる駐屯部隊によってそれは
幾度となく阻まれた。ただオズマルドの部隊は進軍するでもなく、その場にとどまるのみで、王国側は動かぬ侵略者たちに対し不気味さを感じていた。ブルーフォックスはセントラル近郊にある貧民街で繰り広げられていた暴動の鎮圧に当たった。ワルターキンが一部の暴徒を殺害するも、結果的にはその行為によって参加者全員の戦意を喪失させることに成功した。だがワルターキンの暴挙が明るみに出たため、ブルーフォックスが無抵抗な平民を一方的に殺したと悪評が立ち、民衆からの評価を落としてしまう。同時に主であるウィリアム・ヘンデ公爵の元老院内における名声も一部凋落する動きが見られた。ウィリアム・ヘンデ公爵はそれらの悪評に動じず、サウスフィールドの地固めを続行。わずか1ヶ月余りでサウスフィールドの実権を完全に掌握するに至った。ロレイン、テガリア軍港の状況を早急に調べてくれ。理由を聞かせてもらえますか？俺たちでテガリア軍港を帝国軍から取り返す。え？ですが、そのような指示はウィリアム様からは出ておりません。ヘンデ公は今サウスフィールドにご就寝だ。そのせいでヘンデ公の派閥に対する批判が日に日に増している。今のところ大きな問題になっていないが、このままでは今後の活動に支障をきたす。俺たちが軍港を取り戻せば、ヘンデ公のサウスフィールドへの介入に目を向けるやつなんていなくなるさ。方法はあるのですか？王国軍がこれほど手を焼いている中での奪還は容易ではありません。ああ、確実に取り戻せる。俺が思った通りならな。わかりました。感謝します。どうだ？はい。とにかく承知しました。